はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ヨハンです。さあ本日なんですが、大変長らくねお待たせいたしました、ヨハンファンの皆様、宝玉デッキをね組んできたのでご紹介していこうかなというふうに思っております。結構ねなんかコメントでも宝玉デッキ作ってくれっていうコメント意外と多くて、まあファンが多いんだなと、愛されているテーマなんだなということを痛感したんですけれども、まあ新パックでねこのあこれじゃねこの究極宝玉獣レインボードラゴンっていうこのモンスターが追加されまして、宝玉結構回しやすくなったんですよね。で、こいつが何をするかっていうと、宝玉獣ネームでまず、だからまあ、レインボードラゴンを、まあ、出しやすくできるカードなんだけれども、こいつ宝玉獣モンスターが戦闘を行うときに出てこれて、打点が3000ある強い。で、モテガイ表示のこのカードが破壊されると、魔法トラップゾーンにおける魔法玉獣の効果と、永続魔法カード扱いのこのカードを除外すると、デッキから宝玉獣出して、レインボードラゴンサーチっていう、なんかすげえ強いことができるんですよ。このね、カードをね、使って、今回はこのレインボードラゴンを出していくデッキになってます。まあ、基本的に宝玉っていうのは、あんまり相手の妨害はしないんですよ。まあ、ヨハンがそもそも相手のカードを破壊するとかそういうことが嫌いで、まあ、キャラクター的にね、基本的にそのレインボードラゴンを出して、なんか、7体の宝玉獣がどのほうのって言いながら、このモンスターを殴っていくという、まあ、デッキになってますんで、まあ、なるべく原作的な、デッキは、まあ、再現したつもりです。はい。コンセプトは。で、一応ですね、7体の宝玉獣を、確定ルートで2枚、手札2枚から、2体、レインボードラゴンを出すルートが一応ありましてですね、7体宝玉獣を送ってね、墓地に。宝玉の絆っていうカードと、それから宝玉の導きっていうカード、この2枚があると、確定でレインボードラゴンが2枚出ます。素晴らしいですね。これは、宝玉デッキを研究して、来た方々でありがとうと言いたいんですが、この2枚で、まあ、確定でルートでこれが出せると。で、さらに、今回は、一応ですね、まあ、さすがに、その妨害なしは、もう棒立ちになるだけなんで、レインボードラゴンが弱いかなと思ったので、まあ、一応ですね、まあ、アタッカーとして、レインボーネオスっていうモンスターを採用、しているのと、あと、一滴と集結みたいな、この辺のカードが入ってる感じですね。結構ですね、回してみるとね、割とやるなっていう。弱いけど弱いけど割とやるなっていう感じの、まあ、デッキになってるんで、よかったらね、最後までちょっと見ていただけると、ヨハン君も喜ぶと思うんで、早速ね、レインボードラゴンを爆誕させていきましょう。デュエル、スタンバイ。伝説って？あ！ということで、本日はね、元気に宝玉を回していきたいと思います。宝玉デッキなんですが、先にお伝えしておきますけども、皆さんね、ヨハン君の、デュエルの、なんだろうな、まあ、モットーというか、ご存知ですか？ちなみに、この2枚揃ったら、先行でレインボードラゴン出ます。宝玉の絆と、宝玉のその導きが揃うと、先行でレインボードラゴンが出ます。ちょっと一応そのルートを解説していきながらね、ちょっと話していきたいんですけども、ヨハン君のモットーは、カードを破壊しないっていうことなんですよ。もうとにかくね、カードを破壊することをね、NG 行為としまして、基本的には、相手のカードも、まあ、なお祈り、宝玉の祈り、なお宝玉の祈りって感じなんだけども、まあ、バウンスとか無効にはするんだけど、なんかカードを破壊することはね、NG ということで、今回も宝玉の祈りは入っておりません、私のデッキには。とりあえずですね、ここで、まあ、ルビーカーバンクルを出してくることによって、で、カーバンクルちゃんの効果と、特殊化に成功した場合に、魔法トラップゾーンの宝玉モンスターを、好きなだけ特殊化できる。ほい。ほい。そして、レベル4のモンスターが2、あ、先にあれか、ケルペニーだな。レベル3のモンスターが2体でリンク召喚現れよ、ケルペニー。そしてケルペニーの効果を発動、デッキからレベル3モンスター1体を墓地に送り、自身の攻撃力をアップしていく。で、これで、アベンジストキャットを墓地に送ることによって、今、5種類の宝玉が、墓地またはフィールド上に溜まっております。ちなみになんですが、ランクまで勝てるわけないんですよ。ちなみに、カード破壊しないんで。殴るだけなんで。あ、一応、レインボーネオス出した時だけ勝てます。多分ワンチャン入ってますけど、今回のデッキ。はい。ちょっとね、残念ながらね、そんな甘い環境じゃないっていうことだけ一応お伝えしておくね。で、宝玉獣サファイアペガサスの効果を発動。サファイアペガサスの効果によって、宝玉獣カードを1枚、魔法トラップゾーンに置くことができる。これで、究極宝玉獣レインボードラゴンの効果発動。究極宝玉獣レインボードラゴンの効果によってデッキから宝玉獣を1枚特殊召喚しながら各効果を向こう。さらに究極宝玉神を手札に加えていく。これで今6種類です。そして
種族または、属性が同じモンスターをリンクマーカーにセットしてサーキットコンパインしていく。現れろユニオンキャリア。そしてですね、地属性モンスターにしないといけないので、でここを時知らずのディガルスを、エクシスチェンジしてベスペレートにして、そしてユニオンキャリアの効果発動、ユニオンキャリアの効果によりベスペレートに地属性モンスターを装備。はい、7種類揃いました。はい、7種類揃いました。ありがとうございます。結構簡単でしょ、割と簡単ですよね。ここね、リンクさんに変換して、一応ファイアボールドラゴン、まあ、レインボードラゴンを 2体出すっていうこともできるので、一応 V ランヒドラとかいう意味不明のモンスター出すじゃないですか。はい、ほい。でユニオンキャリアっていうのはね、出したね時にね、出したターンにリンクスワンにできないんですよ。なので V ランヒドラを使いまして、ユニオンキャリアをリリースして、リンクマーカーの数分だけトークン出すじゃないですか。でここで、リンクリボートファイアウォール作って、レインボードラゴンバウンスの構えをしていくことによって、一応相手のモンスターもバウンスできますし、フリーチェンジね、自分のモンスターもバウンスできると、つまりレインボードラゴンがバウンスできるわけですよ。はい、でですね、まあ、トークンと V ラインヒュドラをリンクマーカーセットして、さあ力を借りますよ、優作さん、いけファイアーボールドラゴン、 OK。 そして7体の宝玉獣が揃った時、世界をつなぐ光がこの地によみがえる。見ろ宝玉獣の奇跡、よみがえれ究極宝玉神レインボードラゴン。かっこいい、どうかっこいいでしょ。でレインボードラゴンを墓地に送るとレインボーオーバードラゴンを特殊召喚できる。ちなみに今ね、妨害はありません。一応一滴が妨害っちゃ妨害ですけど、妨害はほぼありません。相手のカードを妨害、まあ一応バウンスがね、ファイアボールにはあるんですけども、まあファイアボールでバウンスするのは、まあ、自分のレインボードラゴンのことが多いですね。自分の墓地の、ちなみに今一ターンに移動させるって言ったのは、自分の墓地のレインボードラゴンを回収すると、レインボードラゴンをその一ターンに2回出せるっていうことですね。特殊召喚条件、特にその1対2とかないので、名称指定のなので、レインボードラゴンを引いたら引いただけ出せるんですよ。なのでめちゃくちゃレインボードラゴンが並ぶということだけは言っておきましょう。やべえな、これ寿司屋回転だな、寿司屋真相回転来たこれ。でウニシャケ、ウニシャリか、ウニシャリ強えな、ウニシャリは強え。さあ、軍艦のこの回線の効果によってデッキトップに、回線が置かれるが、とりあえずファイアーボールドラゴンの効果によって、もちろんバウンスするのはですね、私は究極宝玉神レインボードラゴンバウンスしますよ。相手のモンスターをバウンスするのはね、なんかね、ちょっと若干ね、ヨハンのね、なんか精神に反する気がするんだよね。俺は多分ね、ヨハンってそういう、まあ、デュエルスじゃないから。はい、白魚をトップに置いていく、いいでしょう。相手のね、効果全部受けましょうか。いや待って待って、でもこれさ、出てきたウニをさ一滴しないとさすがにやばいか。レインボードラゴンしょられるしな。ちょっと一滴だけ使わせて、一滴だけ使わせて、マジでそれだけを、それだけちょっと勘弁して。切ったウニ型2番艦切った、ウニ型2番艦切った。さあウニ型2番艦の効果を発動するが、ここにチェンシー金敵発動、うわファイアボールいらね、ファイアーボールとかいうモンスターいらねえよ。俺墓地送って、ちょっともうありがとう、君はもうよく仕事した。でウニ型2番艦の効果を無効にし、これによって相手の展開を完全に止めていくスタイル、うわよし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 、金敵はね、先行制圧をしてくるね、キモいデッキに対するね、一応ね、回答なんで。ガイアドラグーンか、なるほど。これあれだな、板前アーゼウス出そうとしてくるやつか。まあ、リンクリボールから多分出せねえな、これ。そっちから打ってくる。まあ、でも それしかねえか。で、リンクリボールからの、はい。これで板前アーゼウスは出せねえ。よし。耐えてるぞ。いける。さあ、俺のターン。ドラー来た、ネオスフュージョン来ました、ネオスフュージョン。あ、バトルフェイズ入んなきゃいけないのか。ちょ、めんどくせえな。バトルフェイズに入んなきゃいけないのか。デュガレスの制約があまりにも重いぜ。しょうがねえ。まあメイン2で展開していくしかないな。宝玉獣、サファイアペガサスを召喚。
そして召喚成功時効果発動、デッキから宝玉獣カード1枚を魔法トラップゾーンに置くことができる。これによって、デッキから究極宝玉獣レインボードラゴンをセット、そしてレインボードラゴンの効果発動、このカードをゲームから除外し、デッキからこれはコルディナペガスを特殊召喚し、そしてレインボードラゴンを手札に加えていく。そしてスマイルペガスの、あ、これ効果無効か、効果無効になっている。そして2体のモンスターでオーバーレイ、一旦遅延します一旦遅延します。ちょっと今このターン殺せないで遅延しますで、これで一旦エンドして相手のターン受け切って大丈夫だ。バグースカとかいう最強のゾウがいるからな、相手は攻撃できないし、全てのモンスターが守備表示になるはずだ。よし、エンド来た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 、俺のターン、ドラゴン目覚まし列も来た来た、これは強いぞ。レインボードラゴン3体出るな、ワンちゃんで攻撃表示にして、そしてまだレインボードラゴン、あ、レインボードラゴンいますね、まだレインボードラゴンいますね。これ目覚めの戦列打ったらもう一枚出ますね。とりあえず一回レインボードラゴンを特殊召喚していくぜ。あ、でもあれか、バンスルカードが、バが足りねえな、俺バが足りねえぞいけレインボードラゴン、うわー、あ、ちょっとその前に融合しよう、レインボーオーバードラゴンを融合召喚、あ、融合召喚っていうか、まあ、特殊召喚なんだけどね。そしてネオスフュージョン発動、ネオスフュージョンの効果によりレインボーネオスを出していくぜ。俺はエレメンタルヒーローネオスとレインボードラゴン魂を埋葬し、現れろ史上最強の10代と俺の絆のカード、レインボーネオス、レインボーネオス効果発動。レインボーネオス効果によってフィールドのモンスター1体を、墓地6で相手のフィールドのカードを全てバウンスする。うおバトルだ、いっけ、オーバーザレインボー、うおー、どう、この盤面美しいでしょ。いや、現代遊戯王にあるまじき、やっぱ動きだよね。あの、相手のさ妨害一切ないからさ、このテーマ、あ、まあトラップカードが一応強くて、あの、宝玉の集結とか宝玉の祈りっていうカードが一応相手の妨害になってるんだけども、まあそのカードも一応入ってるけど、まあほぼ、まあ、使わないというかね。やっぱりヨハン君はね、そんなことしないので、そんなカード使わないからヨハン君は基本的にその、まあゾウさんで妨害していくこともしないけどね、ヨハン君の場合はヨハン君絶対そのゾウさんで妨害するみたいな動きもしないけど、まあ、言うてやっぱちょっとさすがにねやることないので、先行こいつを出してブレイブネオスも一応出しておきますか。ネオスフュージョンありますしね。ブレイブネオス君はね、あの、結局その効果モンスターをもちろん増えるってことで、まあ、砲撃のカウンターが増やせるので強いと。あとレインボーネオスってやっぱさ強制対処しないからめっちゃ強いんだよな。他からさ、なんかネオスペーシアンと合体する融合モンスターって全部さバウンスするんですよ、勝手に。なんか退社するんですよ、あの、定時になると。それマジでめんどくさいんですけども、どれがいいかな。ユニオンキャラ出さなくてもよくなるから一応あれかな、レベル4の方がいいかな。墓地落とすの、まあ、とりあえずアンバーマンスかマンボスかなんか落としますか、これね。でブレイブネオスを特殊召喚、なんでこいつに召喚ムービーやんだろうブレイブネオスに召喚ムービー作ってる暇あったらさ、なんか三原神とかに作ってくれよ。ブレイブネオス使ってねえだろ別に、10代。さあ相手のデッキは何なんでしょうか、まあ、こんな盤面当たり前に蹂躙されそうな気がしますけど、あー、レッドアイズか、 OK、 デイズイマジーバグースカさんはなんかそこそこその高速力が強いので、まあ、その辺のデッキにはね、なんかこいつ立つととりあえず一旦は回ってこれるんで、もらえるんで猶予が。はい、レッドアイズフュージョンですね、了解です。いや、レッドアイズフュージョンでドラグオブレッドアイズ使えるようになるらしいですよ。だからこれで、あの、要するにさ、アンリミテッドルームができるわけじゃん。これからアンリミテッドルームできたら、なんかその要は禁止カードが連打できるんで、ドラゴンオブレッドアイズ使えますからアナコンダでデスフェに飛んでいくんじゃなくて、アナコンダでなんかあのドラゴンオブレッドアイズ飛ばせる時代になりますから、割と強いですよ。
さあ、黒煙弾とか、やばい、黒煙弾連発されるとまずい、危ねえ。オッケーオッケー。黒煙弾連発されると死ぬからな。さあ、あ、砲撃の絆来た。なるほど、絆来たのでかい。で、バグスカの素材を1個切る。絆と、導きあるので、ここはワンチャンありますね。まあ、レインボードラゴンを出していく、ルートを辿っていければいいんだが、ですね、とりあえず、まあ、持ってくるのはサファイア・ペガサス。で、魔法トラップゾーンに置くカードはレベル3の方がいいから、エメラルド・タートルだな、これな。タートル置いて、そして、攻撃表示に変更していく。攻撃表示変更していく。そしてサファイアペガサスを召喚していく。サファイアペガサスの効果発動。デッキから砲撃カウンターを1個置くことができるぞ。そしてこれによって、まあ、ここは、ペガサスもいるから、これタイガーで、タイガー置いて、で、カーバンクル特殊カードのケルビーにできるな。1個さっき送ったものブレイブニオスで、よし、砲撃の導きを発動。魔王トラップゾーンに砲撃モンスターが2種類、2枚以上存在する場合、デッキからルビーカーバンクルを呼び寄せることができる。現れろ、ルビーカーバンクル。ルビーカーバンクルの効果、特殊召喚に成功した場合、魔法トラップゾーンの砲撃中モンスターを好きなだけ特殊召喚できる。これによってエメラルドタートルを特殊召喚、そしてレベル3のモンスターが2体でリンク召喚。現れろ、悲願の黒天使ケルビーに。うわー、そしてケルビーニの効果を発動して、アメジストキャットやな、あとな。さあ、アメジストキャットを墓地に送るぜ。これによって、ほい、 7種類の砲撃モンスターが揃った。来たぞ来た来たぞ。7体の砲撃銃が揃った時、世界をつなぐ光がこの地によみがえる。見ろ、砲撃銃6隻よみがえれ、究極砲撃神レインボードラゴン。なんてかっこいいんだ、なんてかっこいいモンスターなんだ。そして、なんかもう一体出せるのかな、これ。なんかリンクマークは繋いでいけばいけそうな気がするけど、まあいいや。で、とりあえずレインボーオーバードラゴンを融合召喚していくぜ。そしていけるのかな、これ。無理か、リンク素材的に。ファイヤーウォール出しに行ってもリンクマークがねえしな。そのまま投げるか。行くしかねえ。ブレイブネオスを攻撃表示に変更していくぜ。そして、あ、これあれやな。間違えたね。これ砲撃。これなんかトパーズタイガーじゃなくてさ、置くの。究極砲撃銃レインボードラゴン置いといたかったのか。そしたらレインボードラゴンサーチできたの。まあいいや。行け、もうなんかそんなにめんどくせえこと考えるデッキじゃない。行け、ブレイブレオスアタックだ。相手のレッドアイズブラックドラゴン扱いとなっている。あー、オッケー、リターンオブレッドアイズ、オッケー、いいだろう。リターンオブレッドアイズはレッドアイズが存在する場合、自分の墓地から通常モンスター一体を特殊召喚できるカード。デーモンの召喚きた。行け、ブレイブレオスでお前のレッドアイズブラックドラゴンをこう破壊。そしてレッドアイズを破壊したためブレイブレオスの効果を発動するぜ。レインボーネオスを出すための最強カードをネオスフュージョンを手札に加えていく。そしていけ、オーバーザレインボーつえいけー、うわー、これもしかしてこれ勝てない、これこのターン。あ、やべ、足りねえあ、やべ、足んねえ。やべ、これ墓から使ってくるべきやったか。まあいいか、これ黒煙弾連発されて死ぬとかないよね、俺。マスカレーナだけ出しとくか。マスカレーナ出しといて、アストラムなっといて、一応、効果破壊されず効果の対象にならないとかいうヤバすぎるアストラム出して、で、このアストラムで、全てのモンスターの攻撃をこいつに吸収して、で、レインボードラゴンを死するスタイルでいきましょう。はい、さあ行け、俺たちを守ってくれアストラム。よし、さあかかってきやがれ。レッドアイズデッキをレインボーネオスを出さなくていいか。レインボーネオスは次のターンの
君のフィールドを全て掃除するのに使わせてもらうぜ。いやー、4000がね、結構簡単に出るのは強そうに見えるんですけどね。だからなんだかんは結構すごいですよね。だからなんだかんは結構すごい、このデッキ。ブラックオブレジェンドの効果によって、レッドアイズモンスター1体を特殊召喚できればいいだろう。はい。レッドアイズベビードラゴン来た。ベビードラゴン ?OK。で、レッドアイズベビーを、あ、除外。は。あー、ダークネスメタル OK。ダークネスメタル OK。ダークネスメタルの効果によって自分の墓地のレッドアイズを蘇生、リターンオブレッドアイズは対象はレッドアイズ OK、 それはいいよ、全然全然問題ない。で、ハカーナとかいうキショイカード使わせてもらうけど申し訳ないが、レダメ効果これ対象取んねえんだよな。まあ、でも一応ブラックデーモンズは対象取んねえから、ブラックデーモンズ除外しなきゃいけないな。ブラックデーモンズドラゴンを除外させてもらえばもう相手大したことできないだろう。ふい。うわー。さあ、墓穴の指名者の効果によってご指名入りまーす。この演出やっぱ何回見てもうざいよな。なんか、今回のさ、制限改定でさ、なんか王宮の直命禁止になった理由皆さん知ってます？なんかあれ演出がうざいかららしいですよ。だから墓穴の指名者も危ない。あ、痛い！やめて！痛い、シュルやめて。え、あ、天球か、まあいいわ、天球はいいわ、天球はいい、天球はオッケー。よし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 、天球の聖国院とかいうアスタラも処理できるカードが来たが、まあそのぐらいは許して差し上げましょうといったところではある。天気を踏みに行かなければならないということか。なるほど。とりあえずレインボーネオス出せばいいか。いったん脳死レインボーネオス。うおー、ネオスフュージョン発動。エレメンタルヒーローネオスとレインボードラゴンの魂を墓地に送り、現れろ最強の10代との絆モンスターレインボーネオス。うおそしてリマドの守護者召喚。もうネオスフュージョン別にいいか、ネオスフュージョン持ってきたところで何も出せねえ。そしてはい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 、レインボーネオスをバウンスするしかないよな。いいだろう、レインボーネオスさんはバウンスされる。くっそ、父をやりやがる。さあ、天気の石刻印の効果によってリリースされた場合、デッキからドラゴンとかを出してくるが、もう時すでに押すし、あいつなんで攻撃表示なんだ、レダメ。的やんけ、あいつなんで攻撃表示なんや、あいつ。うわー、サファイアペガサスゲームが除外し、攻撃力を1800ポイントアップ。リターンもレッドアイズ、あ、いいよいいよ、全然いいよ、蘇生しな。うわー、これが最強のレインボードラゴン、攻撃力5800。うわー、いけー、オーバーザレインボー。うわあ、金券による、金満で謙虚な壺とかいうカードがなんか制限カードになってしまったらしいですよ。なんかマスターデュエルでは非常に厳しいですね、こういうね。なんかそのファンデッキ要素が強いデッキとかにね、まあ結構刺さるというか、まあ今意外と採用されてることが多いと思うので、これかなり厳しいですよ。とりあえず3枚除外で、これね、6枚除外するとちょっとね、エクストラがね、全部使うみたいなとこあるんですよ、正直。なので、まあ3枚除外にして使わないカードたちを一旦除外しまして、でまあ宝玉どれか引けるだろう。あ、OK。駆け足来た。ナイス。駆け足イコール、宝玉の絆であり、駆け足イコール、宝玉の導きであるので、まあ宝玉の導きと、駆け足っていうのはかなり揃いやすいですね。これは正直順番はどうでもよくて、で、虹の駆け足の効果によって宝玉の導きじゃない、宝玉の絆を持ってくればいい。この2枚が揃って、アメジストキャットは一応手札に来ちゃってるんだけども、アメジストキャットは別にペガサスで置けるんで、サバヤペガサスはね、手札からも宝玉獣モンスターを置けるようにデザインされてるんで、これは偉いですよね、これ非常に偉い。引いちゃっても大丈夫なようにできてる。で、コバルトイーグルを置いて、で、そしてサファイアペガサスを召喚し、サファイアペガサスの効果によってここでアメジストキャットを置けば大丈夫で、導き発動。
魔法トラップゾーンに宝玉モンスターが2体以上存在する場合、デッキより宝玉獣モンスターを特殊召喚できる。そしてちゃんと俺は2枚入れておいた。来い宝玉獣ルビーカーバンクル。これもね、2枚入れとかないとね、こういうことが起きるんでね1枚引いた時にちょっとやばいことが起きるんで、これでルビーカーバンクルを出していきましょう。で、コバルトイーグルを特殊召喚で、アメジストキャットを特殊召喚、そしてレベル3のモンスターが2体で、リンク召喚現れろ、悲願の黒天使ケルベーニ。これでケルベーニの効果を発動し、送ってねえのはどれ、カメか、確かカメだった気がするな。オッケー、カメを墓地送っていく。そして打点をアップ、まあこれは送るのが目的なんで別に打点をアップしなくてもいい。でレベル4のモンスターが2体でオーバーレイ、エクシエンス召喚現れろ、トキシラズのデュガレス。そしてトキシラズのデュガレスのモンスター効果、このカードのオーバーレイを2つ使い、墓地のモンスターを特殊召喚できる。素材にしたモンスターも特殊召喚できるため、これによってサファイアペガサスを特殊召喚していくぜ。ちなみに特殊召喚したモンスターの効果は無効になっていない。これあれですよね、あのシーラカンスギミックとかでもよく使いましたね。さあペガサスを特殊召喚し、ペガサスの効果を発動。ペガサスの効果により、デッキより究極宝玉獣レインボードラゴンを設置。そしてこのカードの効果を発動、自身を除外することによりデッキから宝玉獣モンスターを一体特殊召喚しながらデッキから究極宝玉神を手札に加えることができる。これによって像を置いてさらにレインボードラゴンをサーチ、そしてアンバーマンモスとペガサスでリンク召喚現れろ、ユニオンキャリア。そしてユニオンキャリアは1ターンに一度フィールド上のモンスターのを対象に取り、そのモンスターと種族または属性が同じモンスターをデッキから装備することができるため、これで地属性に変換。ベスペレットロイヤル加工、そしてユニオンキャリアの効果を発動、このカードの効果によりベスペレットを対象に取り、デッキより突破タイガーを設置。これにより7体の宝玉獣が揃ったぜ。さらにケルビーニとベスペレートのリンク召喚現れろ、ヴィランヒュドラ。そしてヴィランヒュドラはフィールドのリンクモンスターをリリースし、そのリリースしたリンクモンスターのリンクマーカーの数だけトークンを生み出す。ヒュドラトークン爆誕。そしてヒュドラトークン1回1体でリンク召喚現れろ、リンクリオーグリーン。そして召喚条件はモンスター2体、うおーサーキットコンバイン現れろ、ファイヤーウォールドラゴン。7体の宝玉獣が揃った時、世界をつなぐ光がこの地によみがえる。見ろ宝玉獣の奇跡、よみがえれ究極宝玉神レインボードラゴン。さらにレインボードラゴン1体で融合召喚現れよ、究極宝玉神レインボーオーバードラゴン。さらにファイアウォールドラゴンの効果発動、ファイアウォールドラゴンの効果により究極宝玉神レインボードラゴンは手札に舞い戻る。再び7体の宝玉獣が揃ったらどうのこうの、特殊召喚究極宝玉神レインボードラゴン。さらにレインボードラゴン一体で融合召喚現れろ、究極宝玉神レインボーオーバードラゴン。うわさらに手札よりマジックカードネオス水上発動、エレメンタルヒーローネオスと究極宝玉神モンスターの魂を墓地に送り、現れろレインボーネオス。うわこれが史上最強の宝玉展開、これが最大展開、かっこ相手ターンの妨害はなし相手ターンの妨害はねえぜ。ちなみに打点が高いだけ、まあレインボーネオスはちょっと強そうだけど、あのネオスフュージョンがなんか一応墓地にあって、さらにレインボーネオスが残っていると相手の盤面を、まあ、めちゃくちゃバウンスすることができるかもしれない。さあこれが宝玉獣デッキ最大展開だぜ。何、闇の誘惑、闇の誘惑サンドラか、闇の誘惑めっちゃ薄いやんけ。なんだこのデッキは。まあ手札が増えるわけじゃないから、まあそんなにあれだけどな、サンダードラゴンとかを除外されなかったらまあ別にそんなに変わんねえけどな。ギミックパペットだと何ファンサじゃん、ファンサ来た、ファンサガチで、ファンサガチでいきました、まさかのギミックパペットでした。
やばいことが起きてる。さあトレードインの効果、レベル8モンスターを捨てるとカードを2枚ドロー。めちゃくちゃドローするな。めちゃめちゃ掘るなデッキの中。やばい、ギミックポイントのレベル4が2体はまずい。うわやばいの来たちょっと待ってくれ、やめろ、そんなことをしてはいけない、そんなことをしてはいけない。お前ファイいなくなるぞ、ファイいなくなるって。うわ俺のレインボー、俺のレインボーモンスターたちが、そんなバカな、やめてくれ。レインボーデオスの効果、それ使えんだ普通に。別に効果無効だったらパクっても、やばいまずいぞ、全てのモンスターがデッキに戻っていく。うわー嘘だ嘘だ嘘だ、あ嘘だ、俺のレインボーたちが、クソ希少モンスターに変換されてしまった。嘘だろう、こんなことがあってはいけない。逃げろルビーカーバックル。うわー、くそったり